はいどうも、ヒョドルです。デジモンストーリーサイバースルースハッカーズメモリー続きをやっていきたいと思います。今回は前回がっつりレベルが上がりましたので、進化退化していきたいと思います。アトラーカブテリモンはちょっとフライングしてヘラクルカブテリモンに進化しました。もともとね、これにこのヘラクルカブテリモンの上があって、それが才能40必要でもともと足りなかったのでアトラーカブテリモンに戻したっていう経緯がねありましたので、ヘラクルカブテリモンは2回目ですね、一応ね。で、そのままこちらを目指していく予定です。で、ギガドラモンが進化できますね。これまあ、なんかレベルが55まで上がってなれるのこいつだけ、まあ無限ドラモンはなれますけど、見たことないやつはこれなんで、まあこれにしてみようかなと思います。シルエットから全然想像つかないんだよね。おー、これ俺初めて見るな、ダークドラモン。ダークドラモンっていう割にはすごいこう羽が綺麗ですね。なんか右手の武器はちょっと面白い。ダークロア、敵一体に闇属性の威力130の物理攻撃、命中90、クリティカルが起きやすい。命中とクリティカル発生率が 10% アップ。なるほどね、ちょっと地味かな。ちなみに、なんだ、ダークドラモンは進化がある。こいつも番長レオモンとジョグレすんの。番長レオモン大人気ですね。へえ、なるほど。じゃあちょっと目指したいところではありますね。せっかくだしね。番長レオモン2体目がいるな、これじゃあ。そっか。続きまして、右ドラモン80到達したので下げます。グラウンドラモンかメガログラウモンかなんだよね。これどうしよっかな。まあけどここまで来たらな、メガログラウモンでそのままデュークモンかな。ちゃんとこれまあちょっとね、これの元のところが違うやつだったんですけど、メガログラウモンがからなんだろうちょっと間違った進化というか邪悪な進化したのがメギドラモンだったって感じですよね。あ、これあれだ、一旦動けない系の攻撃だ。これ全然いいよな。あれで活躍しますね。あれどれ、これこれ、あれ出てこない、最近やってないんだよね。ドミネーション一旦で戦闘が終わってって感じになるんで、毎ターン打てるような感じになりますね。そんで、リュークモンは、これっぽいね。うん。才能80、セーフ。結構ギリだったな。めっちゃいりますね、才能。ビビるわ。まあけど、これでいけそうっすね。ステータスがちょっとどうなるかわかんないんで、それはまあ、レベル到達した時に考えようかな。まあ今見れるんだけどね。ちょっとめんどくさいし。そんでカイゼルグレーモンはジョグレスあるんですが才能が足りないのでブリトラモンに戻します。ブリトラモンの進化先で他にいい感じのがあればいいなって感じですが、101いった、ついに3桁。サイスルがね、確か才能100までだったと思うんですけど、墓メモでは才能が200が上限になってるみたいですね。あ、そして残念、カイゼルグレーモンしか進化先がない。まあこうなっちゃうとねえ、いやちょっと悩むな、悩むなこれ。技どうなんだろうな、ブリトラモン。技が割と充実してるんであれば、もう一回ブリトラモンにして、ジョグレスで上を目指して、それでゴールで、まあ、いいかなっていう部分も
あるんだけど、まあちょっとパッとしないかな。まあアクセルブーストあるし、特に補助とかはしない方向で考えてもいいっちゃいいかな。ちょっとこれはレベル上げてもう一回カイゼルグレーモンにしましょうかね。でマグナガルルモンも用意しといて、で進化ヨグレスで進化をさせようかな。そういう感じでいきますかね。ほんでということはですよ、ウォルフモンが多分アグニモン、ウォルフモン、違う、アグニモン、ブリトラモン、カイゼルグレーモンだったんで、多分ウォルフモン、ガルムモン、マグナグガルルモンだと思うんだよね。ガルムモンに進化するじゃない？で、多分これなんですよね。で、才能が足りないんですよね、残念ながらね。なので、一回ズバイガーモンに戻しちゃおう。で、これをもう一回ささっとレベル上げて、マグナガルルモンにしよう。あー、これギリ入んねえな、残念。そっかー。まあ、いっか、どうせブリトラモンレベル上げないと始まんないんだから、一旦あいつは置いとこう。で、キングエテモンはもうこれでゴールにします。超変態的な技リストになっちゃいますね。猿芝居強いし、他デバフも取り揃えてるので、まあ、デバフマンってことでいいんじゃないかなと。で、レベル100になったら戻す。まあ、ちょっとバランス見つつ、才能を上げた方がいいかなとは思うんで、戻したり進化させたりをここで繰り返す感じにしようかなと思います。で、グラップレオモンは今特訓中でしょ？まあ、そんなもんかな。オッケー。あ、けど、せっかくなんで、7空いてるんで、誰かおいで。誰連れてこうかな。ズバモン、才能35。っていうかズバも進化できるんじゃないの君。あ、やっぱりこれいっとこうよ。じゃん。あ、バオハックモン、ハックモンの間のところがね、相次いでというか入ってますね。サイスルの時はハックモンとジエスモンしかいなかったんだけど、バオハックモン、なんだっけ、セイバーハックモンみたいな、なんかちょっと名前忘れちゃったけど、あ、進化した結果メモリが溢れるっていう、このアホか俺は。どうしよう。ギルモンも才能ねえんだよな。ティラノモンでも連れてくか。よし、じゃあこれでいこう。ちょっとね、時間取っちゃいましたけど。OK。ワームモンがお兄とか、お兄ちゃんってリュウジのこと言いかけてましたね。だいぶなんかこう重なってる感じになってきてんのかな。じゃあちょっとこっち行きましょう。ヒョードルにしか頼めないことがあるんだ。悪いけど詳細はここに書けない。都合がついたら病院に迎えに来てくれよ。まあ俺のホームは今病院なんだけど。千歳からの依頼だ。なんだか深刻そうな内容だ。急いで千歳の病室に行こう。どこ？もう今井さん、これで 何回目だと思ってるの。抜け出そうとしてんのかな。廊下歩いてるだけなのに大げさだって、ほんと心配性なんだからさ。病人の安全を守るのは看護師の役目です。まったく君はいつも調子がいいんだから。お、ヒョードル、依頼受けてくれたんだな。ありがとうよ。あなた今井さんのお友達？あなたからも言ってちょうだい。まだ安静にしてないとならない、安静にしていないとならないのに勝手に病室を抜け出すんだから。ほら、早くベッドに戻りなさい。いくら看護師さんのお願いでもそれは聞けないな。だってほら、これ外出許可書じゃない。いつの間に
ちゃんと主治医の先生の印も押してあるっしょ。完全に偽造ですねこれ。白衣のナースと離れるのはすっごく辛いんだけど、今からこいつを出かけてくるんでよろしく。先生が OK したなら仕方ないわね。でも約束しなさい。くれぐれも1分たりとも遅れずに気をつけて戻ってくるのよ。いやー、いいお姉さんだろ俺の担当の看護師さん。今のうちに好きなものとか探っておいて、退院したらデートに誘っちゃおうかなーなんてな。外出許可証って本物？絶対偽物だろ。お、なかなか鋭いじゃん。どうだと思う？余裕で偽造でしょ。はい、時間切れ。細かいことは気にすんな。あの書類のおかげで外に出れる。今はそのことだけが重要なんだからさ。依頼の内容は向こうに着いたら話すわ。とりあえず俺をエデンに連れて行ってくれよ。病院のエデンスポット使ったら誰かに見つかった時うるさそうだし、お嬢の病室も NG だな。そうだ、この辺だと中野のエデンスポットが一番近い。そこに連れて行ってくれよ。なかなか慎重です。よし、ここでいいぜ。お疲れさん。そんじゃお前もエデンにログインしてくれよ。向こうに着いたらガラクタ広場で合流だ。そこで依頼の内容を伝えるからさ。おっと、そうだ、よく準備してから来いよな。え、今僕レベル1だらけなんですけど大丈夫？な、昨日面白い夢を見てって、あれなんだっけ、さっきから話したくてうずうずしてたんだぜ。それね、なんかこう後で話そうって思ってたらこうはって忘れてたりしますよね。ちょっとどうしようかな。一応怖いんでセーブだけしておきます。まあ多分道中みたいな時間帯があって、そこでそこそこレベルが上がるような感じになるんじゃないかなと予想をしてますが、編成、どうしようかな。メガロブラウモンでも入れてみようかな。ならダークドラモンって感じになるけど、ちょっとこいつは。じゃあエデン行きますね。どこだったっけ、ガラクタ広場。ガラクタ広場ってさ、いつもね、なんかどこだっけってなっちゃうんだけど、クーロンだったかアンダークーロンだったかみたいな。クーロンレベル1だっけ。これの奥がガラクタ広場だったかな。メガログラーモンは背中がすげえ飛び出てる。あ、いたいたいた。お、またよっ、待ってたぜ。ここさ、俺にとっては思い出の場所なんだよね。リュウジとアラタと3人で柔道を作るって決めたのも、お嬢に頼まれてリュウジのためにフーディエ作ろうって決めたのもここだ。思えば昔からあの兄弟には振り回されてばっかりだった気がするぜ。そこに新人ハッカーのお前がやってきた。初めは頼りになんのか心配だったけど、今じゃそんなお前が俺たちに代わってフーディエのことを守ってくれてる。先輩として嬉しいぜ。サンキューな。ヒョードル、だから俺な。お前の今の力知りたくなったんだわ。準備してきたろ？構えろよ。俺とお前のデジモンで勝負だ。やべえ。俺が寝ている間にお前がどれほど強くなったのか見せてみな。ちょっと待って。アタック、開始だ。このなんか、すごい反則技使ってくんだろうな。いけっかな、これやばいね。土には風？そうですね。まあ、いつものキングエテモンでしょ？安定のキングエテモンか。ほんで、そうだな。ベノムトラップとかガンガン使いたいんですが、こいつレベル1なんだよな。さすがにね。ちょっとね、
ちょっと出しづらい、出しづらすぎるよこれ。まあじゃあちょっと貫通持ってるしロゼモン出しときゃいいか。プレイヤードラモンがレベル80になったらちょっとダメージソースなくなっちゃってしんどいですね。ハルシバイいつものやつ、もう必勝法すぎて見てる人も飽きてきてるんじゃないかっていうレベルで泣かせまくってます、ね、ちょっとベノムトラップ使っとこう。ミス、これですよ。ミスられると話進まないんだよね。勝った94点。お前マジか。あの特殊防御プログラムでどんだけ上がってんだって感じですね。ちょっと毒かかってほしいな、無理かな。やだらバフかけてくんなこいつ。ベノムトラップ当たってくり、どうだ、オッケー、毒なった。毒なればこっちのもんよ。104、まあ、なかなかダメージは通んないですね。バフとデバフのぶつかり合いが、俺の本気見せてやるよ。これでどれだけ食らうか。オッケーオッケー、デバフはしっかり効いてる感じしますね。デバフさせまくったろ。これどうなんでしょうね、バフで 50% アップしてる場合にデバフでなんか 100% を超えて低下したりするんだろうか、よくわからん計算の。さすがに、さすがにそうなの。わっ、なんだるいね。 OK、 余裕やるじゃねえか。なあ自分でわかってるか、お前うちに来た時とは比べ物にならないくらい強くなってるぜ。そりゃね、最初持ってたのはベタモンかなだけですからね。すげえよほんと、お前の成長をしっかり見せてもらったわ。でもな、まだ足りねえな。お前に依頼した本当の理由、それは俺が頼りない兄貴分から抜け出すことなんだ。千歳は全然頼りなくないよ。俺がエデン症候群で寝てる間のこと話してくれたよな。俺やリュウジがいない間、お前とお嬢はバラバラになっていくフーディエを、俺たちの居場所を必死になって守ってくれた。なのに俺は何をしてた。真っ先にリタイアして、お前たちに心配されて、守りたいものも守れないで今も病院で寝てるだけ。こんなの情けねえじゃんか俺。けどね、千歳がリタイアしちゃったのもリュウジを守るためにね、自分を犠牲にしてっていうところもあったし、しゃあない気はしますが、だから早くお前に追いつかないとならない。でなきゃこの先お前に胸張って先輩だなんて言えねえし、それにもう心配されるなんてゴリゴリなんだよ。俺はお前たちを守る側でいないとならないの。だからこのままでいいわけねえんだ。来た、アンキロモン進化来た。あーなるほどね、バイトちゃんのデジモンがエンジェモンだったのはそういうことか。あーいやちょっと熱いねこれ、いいね。俺に答えようとしてくれてんだな。あのエンジェモンはバイトちゃんのエンジェモンですね。お前がいなかったら俺はエデン症候群のまま目が覚めなかったかもしれない。せやな、何度礼を言っても足りないくらいだよ。ありがとな。それにエンジェモン、お前も俺と一緒に戦う決意をしてくれたんだな。頼むぜお前ら、あいつらを守るために俺に力を貸してくれ。乗っとる。す
げえのが来るぞ。ちょっとこれかーみたいな感じはちょっとあるけどね。すげえの来たね。見ろよホードル、これが俺の新しいパートナーだ。シャックオモン、俺お前とならもっと強くなれるか。サンキューな。これなら十分あいつともやり合えるかもしれねえな。お前には黙ってたが、実はもう一人お客さんを待たせちまってるんだ。なあそこにいるんだろ。どうだ俺の新しいデジモンは。新田くんかな。おお、お前か。最高だよ千歳。とう。これ第2ラウンド来るか。二人の戦い見せてもらったよ。そいつがお前の新しいデジモンか。アンダーゼロの時はうやむやになっちまったが、お前も強くなったんだなノキア。うん、この子の名前はオメガモン。アグモンとガブモンが進化した姿だよ。千歳ごめんね。私アンダーゼロからいろいろあって、君がエデン症候群になってたなんて話ちっとも知らなかった。リベリオンズの一員として君を迎え入れたのに、リーダー失格だよ。やっぱ責任を感じてたのか。気にしないでくれよ。あれは俺が勝手についていって勝手に巻き込まれちまっただけだ。仲間のおかげでこうして戻ってくることもできたしな。おいおいやめようぜ。お前を呼んだのはそんなしみったれた会話がしたかったからじゃないんだからさ。そんなんじゃお互い本気出せねえだろ。うん、そうだね。でも一度ちゃんと謝りたかったんだ。ヒョードル君、あのね、千歳には先に話をしたんだけど、私たちはこれから仲間と一緒にすっごく強い敵と戦いに行かなきゃいけないんだ。何回オメガモンから説明されてもよくわからないんだけど。いいねロギア。そいつを放っておくと世界が大変なことになっちゃうらしいの。これはマザーイーターですね。だから千歳に依頼したんだ。私たちが戦っている間、こっちの世界のデジモンたちのことを守ってほしいって。そのために今のフーディへの実力を私に見せてほしいって。デジモンを進化させた千歳の決意は十分見せてもらったよ。デジモンたちへのラブの力も本当だった。でも決意だけじゃ誰かを守れない。私はそれをたくさんの戦いの中で学んだの。だから今度は私が直接2人の実力をバトルで見せてもらうよ。そういうこった。お前に頼みなかった本当の依頼はこれだ。ノキアの依頼に答えられるくらいに俺が頼りない兄貴分じゃなくなってるってこと一緒に証明してくれ。こいつらとのバトルに勝つことでさ。うんうん、頼もしいね2人とも。連戦させちゃうけど、このくらいの修羅場を耐えきれないようじゃとてもこっちのデジモンたちは任せられないもんね。2人のデジモンへのラブバトルで示してみせて。私たちはハッカーでテイマーなんだから。ラブはともかく依頼はきっちりこなすのが俺たちフーディエだ。お前らに勝ってみせろってのが依頼なら、それを遂行するのが俺たちなりの覚悟の示し方ってことさ。それで十分だよねオメガモン。ああノキア、私たちもたくさんの壁を乗り越えて今がある。今度は私たちが壁となり、君たちの次の強さへの糧になろう。君たちの覚悟私に見せてくれ。それじゃあ行くよリベリオンズ、ゴーファイ。コロコロみてえな掛け声やな。いやーけどノキアいいね、最高こうですね今のセリフは。ちょっとそらないな。ラブだけじゃ守れないっつってね。いいね。だからねノキア憎めないっすよね。ノキアたまらんわい。もうちょっとね話が短かったらマジ最高っすね。もうねテンションついていけないんだよねおじさん。まあそれはそれとして、あーてか毒にすりゃよかったな。スレイヤードラゴン置いときゃよかった。
やっぱちょっと HP がすげえ高いんで、ちょっとプレシオモンのターンが回ってきたらもう一回入れ替えちゃおうかな。アタックダウンブロックされちゃったな。なるほど。あ、じゃあ加減が決まってるってことかな。他のやつより加減が高めみたいな感じかな。これね、絶対寝ないのがまたしんどいんだよね。だよね、ブロックなんだよな。寝るボスを見たことがない。ブロックかかっちゃうんだったらキングエデモン出しとく必要もないかもしんないんだけど、どうすっかな。シャイングレイモンそんなにパッとしないんだよな。ラグとか効かないだろうしね。あーけど闇いいな。あーどうしよっかな。ここで入れ替えるかどうかすげえ悩む。いや、ちょっともうちょっと出しとこう。死んだら死んだでまあいいです。いいですってひでえこと言ってるけど、レジスト、あーレジストか。結構確率でガードされる上にブロックは何にかかってんだこれ。スピードダウンが効かないっぽいね。スピードダウンがブロックだな。あ、デバフに対する耐性もついてるって超だるい。あーもう毒効かないの。ほんと嫌いだわ、ほんと嫌いだわ。ナイトメア、これ3倍だろ。175、マジか。必殺技の方が効いてる気がする。アタックチャージフィールドがあることを考えるとね。アタックブレイク持ってるやついなかったっけ。あーなるほど。そうね、まあけどシャイングレイモンかな。これでいきますかね。いやーちょっとやっぱ攻撃どんどん上がっていくとしんどいな。つうかこれどっちかっつうとガードチャージフィールドとかでいった方が良さそうかな。こっち上げる方向で考えるのがいい。これで6ピークは効くんだな。素早さ上がるし、いけ、回復するんじゃないのこれ。あっか、ジオグレイソウルどんぐらい効くんだろう。あ、でも思ったより効くな。もっとなんか100いくつとかそんなもんかなって思ってた。燃えよ。これにどれくらい耐えれるかですね。痛い、とても痛い。これはまずい。メリは気持ちだ。燃えよ。やばいね、連発してくる。うお、いやーマジか。ちょっと待って、ちょっと待って、連発しすぎじゃない君。あーあ、マジか。ちょっときついかもなこれ。ちょっと待って、これ毎ターンかもしかして。いや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 、無理かも。頑張ってからあれ、死ぬほど攻撃力上がってますね多分。アタックブレイクとか使ったところでみたいな感じじゃない。これどうしよう、これどうしよう。
これもプレシオモンですら死ぬんじゃない。ああ一応生きてたけどさ、でもこれ次のグレーソードで死ぬな。これがガルルキャノン思いの力だ。いや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 、レベル1レベル1頼む勝ってくれ。ダメだこりゃ。まあレベル上げるのは上げるとしてですよ。今日データがいるんだよな。ちょっといろ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 考えよう。うん、ちょっとダメだ最近。なんかなんだろうな、キングエテモンでデバフかけてペシペシやってればまあ倒せるみたいな感じが続いたから。だしマタドゥルモンでこの前苦戦はしましたけど、結局あれって混乱防げば全然みたいな感じだったんだよね。ちょっと今回余裕で火力で押されてるっていうしんどい感じ。あれだな、デバフじゃなくて防御バフをガンガン焚く感じかな。相手のデバフにちょっと限界があるっていうのと、こっちバフ全然かけてなかったんで、その辺かな。バフかけて多分 HP が3分の1切るかぐらいのタイミングでノキアがすげえバフかけてきてたんだと思うんですよね、おそらく。なのでそこまでにしっかり防御バフを重ねて固めた上であの状態に持ち込まないとしんどい。で結構それには準備しないとしんどいね。誰がどういうスキル持ってるのかも俺あんま分かんないしな。うん、というわけでじゃあちょっとこの辺にして作戦立て直して次回リベンジを誓いたいと思います。いやーちょっと熱くて良かったんですけどね、ノキアマジいいなって感じだったし、これを乗り越えた先でじゃあノキアたちはデジタルワールドに行ってマザーイーター、マスエド、アケミを倒して、まあ、ユグドラシルを倒すというかね。で、俺たちは俺たちであれですね、アルカディモンを倒してっていう、こうそれぞれの最終決戦に向かっていくんだろうなっていう感じだけ受け取ったわ。頑張ってそこね乗り越えたいと思います。それではまた次回です。どうもありがとうございました。